制服が非常にお似合いですね。ですよね。私もこれはちょっとユニフォームより似合っているかもしれないです。そうかもしれない。ぜひ新潟県警に。そうですね。お願いします。じゃあもうちょっと早めに引退して制服に身を包んだアルビレディースの川澄選手。一日警察署長として特殊詐欺被害防止をテーマにしたトークショーに参加しました。会場には70人を超えるファンの姿が。お誕生日の時にチームメイトの子がこの鉄板いっぱいのクッキーを作ってくれて、あのハッピーバースデー24ナホって書いて書いてあって、24って何か分かりますか？私の年齢です。え詐欺だ、詐欺だ、詐欺良くない、詐欺ってすごく良くない。24歳ですので、はい、こうやってね、そうやって言い張る人もいるんですよ、全然違うのに。だからそういうのに騙されないっていうのもね、すごく大事だと思いますよ。県内では今年すでに3億円を超える特殊詐欺の被害が確認されています。もう本当毎日って言っていいぐらい迷惑メールに、やっぱこの URL にクリックしてください、高額当選しました、お金が返ってきます、ほぼ毎日目に触れてます。警察は電話やメールでお金の話が出たら詐欺だと思って家族や親戚に相談してほしいと呼びかけています。日頃から家族とお話しして、少しでもおかしなことがあればご家族や親戚の方に相談していただきたいなというふうに思いますし、またどういった詐欺があるのかというのを知っていただくことによって、こう未然に防ぐことができるんじゃないかなというふうに思います。皆さん、特殊詐欺に注意してください。家族と話そう。